南東部がゴールドフィールズ、エスペランスゴールドフィールズ、エスペランス地域はオーストラリア、西オーストラリア州を9つに分けた地域区分のうちの一つ。同州の南東部を占め、南部は南オーストラリア州との間に広がる、奈良棒平原によって、クレートオーストラリア湾に面する。北をピルバラ、西を中西部地域及びウィートベルト地域、南西端で、 グレートサザン地域に接し、東は南オーストラリア州と接する。面積は77万1276キロ平方メートルで、西オーストラリア州の3割近くを占め最大。人口は約5万9000人で、その約半数がカルグーリーボールダーに住む。4分の1にあたる約1万4000人がエスペランスに住み、他の地域は極めて人口密度が低い。 人口の1割近くがアボリジニであり、州全体の平均を上回る比率である。ゴールドフィールズエスペランスは大半の地域が砂漠気候に属す。年間降水量はおよそ250ミリメートルで、その降水も定量的に毎年降るというものではない。ただし沿岸部西方のエスペランス並びにその周辺地区は地中海性気候に属し、 冬にある程度まとまった量の雨が降るため、年間降水量は約635ミ、mm、リメートルに達する。春から夏にかけての降水は主に雷雨とともにもたらされ、秋冬は北西よりやってくる雲による。稀にピルバラ地域を越えて到来したサイクロンが低気圧へと変化し大雨をもたらすことがある。気候変動はこの地域にも大きな影響を及ぼしており、 カルグーリー伊東の地域ではこの40年で年間降水量が40%も増えており、おそらく内陸部で発生する高気圧の頻度減少が原因であると考えられている。ゴールドフィールズエスペランスの大地は先カンブリア時代まで遡れる極めて古い地質からなっており、古生代に入るよりもはるか以前より安定状態にあった岩石からなる。この極めて安定した地質と、 石炭期以降氷河に覆われることがなかったという事情により、この地域は非常に痩せた。この地域に河川は存在しない。香水のうち密集し発達した根を持つ野生植物に利用されなかった分は、多量の塩分を含有する地下水として存在する。この地下水の塩分濃度は、塩気を好むとされる羊に対してさえも過剰なほどである。 北部のゴールドフィールズ地区では工業が盛んであり、金やニッケルをはじめとした鉱産物の採掘、精錬が行われている。南西部のエスペランス地区においては小麦や大麦を中心とした農業並びに漁業が主な産業である。しかし、痩せた土地で作物を育てるために多量の肥料が使用され、既存の多様な生態系に対する脅威ともなっている。 ゴールドフィールズ、エスペランス地域は、下記の地方自治体によって構成される。ありがとうございます。